じゃあ質問に答えていきましょう。これ俺も気になるな。モチベーションを保つ方法。モチベーションを保つ方法、何のモチベーション？サッカーや。まあじゃあ、ね、そうですね。じゃ あ, 俺変えますわ。あのプロとして大事なこと、今までやってきてプロサッカー選手として大事なことはこれだなって思ったみたいな、気になるそれは。プロとして大事なことやってきて、まあ、結構やってるじゃないですか3人とも。大事なこと、スー君がプロとして大事なことか。そうですね、まあ、これが大事だなって思ったみたいな、やってきて。大事だな。なんだ俺ね、結構あの俺のモットーみたいなのがあって、はい、俺好きこそものの上手なれっていう言葉がすごい好きで、はい、だからサッカー大好きっていうことからずれないようにサッカー人生歩んだら俺一生上手くなるなと思ったから、うん、サッカー好きっていう原点を忘れずに。なんか嫌いになる瞬間とかある、正直、うん、練習きつすぎてもうサッカーやりたくないみたいな、そういうのじゃなくて純粋にサッカーが好きっていうのを忘れないでプレーするっていうのは常にこう成長し続けられる俺は要因かなと思うから、それは意識してるけど、まあ、特にその深いことじゃないけど、本当に好きでずっとサッカーをしてたいなっていう思いだけ。いいっすね。うん、そんだけ。まあ、別に深いことで何でもない。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目。考えてねえよ。考えてないけど、まあ、昔から好きだったな、そういうことは。好きこそものの上手になると。そう。そうですね。はい、それが。まあ、謙虚であることと、まあ、あと、自分に矢印向けれることかな。一番謙虚じゃないね。そう、一番謙虚じゃない、俺。けどやっぱ自分に、まあ、よく言うけど矢印向けるってことは、うん、他の人のせいにしないって一番大事だと思ってて、うん、あとどんだけ自分のことをだけをやれるかみたいな、まあ、チームスポーツだけど個人スポーツみたいなところがあると思うから、そこにいかに自分にコミットしてやるのかが大事かなというふうに思います。でも隼人この間あの人のせいにしないとか言ってたじゃん。こいつなんかあの全部お前のせいだからなって言いながらボール回してた。カグアのカグアさ、全部お前のミスだからなって言ってた。お前のせいだぞ、全部お前のせいだぞ言いながらボール回してやってたよ。俺忘れねえよ、マジで。初めて聞いたあんなせいで、お前全部お前のせいだからなって言って。たまにいる、たまにいる。人のせいにしかしなかったの、あの時は。あの時全然しょ、俺。じゃあ今の話何やったから。あれ忘れないよ。全部お前さ、全回収してた。全回収ね。早めの。あれ忘れないよ、マジで。めっちゃ面白かった、ほんと。超笑った、ほんと。あからさまにあんな人のせいにするなかなかいないぜ。なかなかいない、ほんとに。もう、どうか。俺、プロとして大事なことは、まあ、成長し続けることって。つうくんも言ったけど、まあ、それは結構大事かなと思ってて、まあ、毎年毎年同じじゃダメだし、どんどんいろんな選手、いろんな監督、まあ、チームも変わる中で、まあ、成長してそれこそ変化し続けれないと、自分自身もレベル上がっていかないと思うから、そういう部分は大事かなと思う。ありがとうございます。じゃあ本当にこのモチベーション保つ方法じゃないですけど、苦しい、ここ一緒か、苦しい時どういう風にこう持っていくかみたいな。苦しい時一緒かな。一緒や、まあ、俺はだってもう自分に言わせるじゃん。人のせいにしないと大事やん。恥ずかしくてボケの方に出て急にお前ネタとして使われる。一緒か、確かに一緒か。一緒かな。自分が苦しい時ね。そうそうそう、うまくいかない時、ね、そう、もうメンバーが続いてるとか、うん、結果が出ないとか、まあ、そういう時こそ。別に一日一日の積み重ねだからさ、うん、その日一生懸命頑張ってりゃいいんじゃないかな、うん、いつか帰ってくるでしょと思うけど、わかんないな。めっちゃ上手い。そうじゃん。それ以外ないよな。ないと思うんだけどな。確かに。それっすね。うん、アルサトミ君。い
でしょ今のか、まあそんな何持っていき方でしょ。そうです、まあまあ、その時にしかできないことが絶対あると思うから、まあ、苦しい時は苦しい時にしかできないことがあると思うから、そのことをつーくんのように一生懸命やるしかないっていう、まあ、そこを見つけるってことじゃないかな。ハヤト君は、うん、言ったらない。他人のせいにしない、他人のせいにしない、絶対に絶対に、まあ、あれはってやるな、逆だよ、逆だよ、なんかガチみたいな、俺はもうそこだよ、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 ガチで真剣に言いたいんだよ、ふざけに言ってるから、あれごめんごめん、訂正せずに、訂正せずに言っちゃってたから、俺がガチガバやじにやってるから、二十時間のやつじゃないんだから、あの時はふざけてたから、ごめんごめん、忘れてた、訂正するの。じゃあ質問いきますね、他の。え、ドミの足の具合はどうですか。なんで？ちょっと待って、ドミの足の具合はどうですか。ダメかよ、ダメだよ、だよ知り合いそれ、ダメかだろ、マジでそれ出すなよ。前十字やってから、その後そのもう どうですかどうですかって、ここで答えてあげてください。質問来てるんで。どうですか、足の具合はどうですか。足の具合、再発とかする選手もいるじゃん。そうですね。とりあえずとか、今はどうなのかとか、順調なのかとか、痛みないのかとか、そういうことだよね。そうだね。そうしたんすかね。俺が俺だよ、俺じゃないよ。全部が書いてある。1個が全部か、その人だもん。その人思うのって、そういうことじゃないのかなと思って。いや難しいけど、でも足の状態はいいよ。あ、いい、うん、いや怖いさもあるけど、もう怖さは気にしてられないから、まあ、もう一回やる人も多いけど、そこ考えながらやるっていうのはちょっと多分みんなそういうことはしてないと思うから、俺も怪我のもう一回やるってことは考えずに、もう今の 100% でやってるかなって感じ。つーくん、あれつーくんで前日やったんですか。やってない。やってない。膝って膝、まあまあ悪い、一番悪いみたいな。前十字じゃない、シンプルに悪い。これすごいですよね。前十字よりも悪い。おじいちゃんより悪い。そんな膝だよ。すごいと思う。ハヤト君もどうですか、怪我してるじゃないですか。まあ俺は骨折だからな。ああ、そっか、指の全然そこの痛みがなくなったから、ね。なんだかんだなかんだ。え、栃木時代からも仲良かったんですか。仲良かったね。仲良かったね。ロッカーも隣やったし、あ、今もロッカー隣やし。そうだね。それ番号も一緒、あれだったんですか。そう、栃木の時27、8やった。今22、3やから、ずっと全然ないの、うん、背番号は。どう思ってるんですか、そのドン君は。ハヤト君のことどう思ってますか。何どう思ってる、どう思ってるんですか。いや、でも全然お互いじゃないやな、もうなんか、うん。え、何歳差すか、何歳差すか。5、6。めっちゃ先輩後輩だ。めっちゃ先輩後輩だ。5、6はさすがに先輩後輩だ。もう雑誌的にはね、ザ先輩後輩だ。ボロ先輩後輩じゃないか。でもそんな感じじゃないんだよ、もう、うん、確かに、うん、友達って感じ。ずっと仲良かったですね、うん、マジ今も仲良いすんのね。あ、あった。リレー形式でお互いを褒め合ってくださいですって。じゃあ、つーくん、つーくんのいいところ。いいところ。あ、俺のいいよね。それ優しい。いや、言ってくれ。俺らが言うんですよ。俺らが言うの、二人。え、自分じゃないです。後輩を言うの。あ、言っちゃった。カメラ見てない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 。家族を思い。じゃあ行ってきましょう、つーくんの。つーくんのいいとこ。パンパンと。時間もあれなんで、結構。でもバンパ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 ン。つーくんやっぱ継続できる。うん、もう、常にやるべきことが明確になってるなって感じするね。いつも見てて。そうですね。うん。俺も、俺がメンバー入って、つーくんがメンバー外れた時とかに、なんか点決めろよみたいな、さらっと言うんですよ。それかっこいいっす。あざっす。俺は、まあ、つーくん、動き出し得意やから、パス出してて一番楽しい、うん、やっぱり要求もしてくれるし、俺が蹴りたいタイミングとか蹴りたい場所で絶対動き出してくれてるから、まあ、一緒にやっててサッカーって楽しいなっていうのが一番あるかな。
じゃあ、ハヤト君。ハヤト、まあね、なんか、人懐っこいところあるじゃん、ハヤトって。まあ、そういうところ、普通に可愛いよね、後輩としてね。そういうところあるよね。うん、サッカーとかじゃなくて。俺、ハヤト、やっぱギャップがいい。俺も言うよ、私なんか、見た目こんなじゃね、なんか口も悪いじゃん、うん、けど、サッカーに対しての熱がすごいし、サッカーを上手くなるためにめちゃくちゃいろんなことを考えて真面目にやってるなっていうのが、多分仲いい人とかには分かるから、うん、サポーターの人とかにはチャラチャラしてるなって、多分ヤンキーみたいなやつだと思われてるけど人のせいにしてる人だと思う。人のせいにしてるやつだけど、してないよ、実際よくないから。もう切り抜きとかやめろよ。操作だな、これは。じゃあ、そこだね。じゃあ、ドミグのいいところ。一番優しいやね、ドミグ。優しい。優しい、まあ、栃木の時とここ合わせたら、まあ、3年半ぐらいずっと一緒やけど、ドミグにタメ口使ってても怒られたことなんか一回もないし。それいいことだね。僕さんから見たらじゃなくて、いいよ。やし、まあだからそれこそもう一緒にメンバーがやったら、もう自分たちのためにやろうみたいな、うん、一緒になんか鼓舞し合っていける関係性とかでもあるし、まあお互い結婚してるし、そういう家族内とかそういう込み入った話でも、まあ、できるような大親友みたいな感じかな。大親友の大親友。すぐあれ、ドミア、なんだろうな、人間性の部分じゃないかな、うん、なんかみんながやっぱ大怪我して帰ってきた時に素直にこう全員がね、祝福するような、本当になんか全員に壁がないような、やっぱそういう人間性がやっぱプレスタイルも出てるし、まあ、常に謙虚でこう、まあ、サッカーに対して真面目だしっていうところはあるんじゃないかな、ドミは。確かに。